1986年スペイン総選挙は、スペインの国会を構成する議員を選出するために1986年6月22日に行われた総選挙である。スペイン上院とスペイン下院の両院で選挙が行われたが、本校では下院についてのみ取り上げる。下院議員の人気満了に伴って実施された総選挙である。選挙の結果、 フェリーペ・ゴンサーレス首相が率いるスペイン、社会労働党が前回と同様に第一党を維持し、引き続き政権を維持することとなった。前回総選挙で惨敗したスペイン共産党は、今回、同党を中核とした政党連合である統一左翼を結成して選挙に挑んだ。投票日、1986年6月22日選挙区、定数は、 人口比例で配分される。ただし、アフリカ地域の日権は、定数1の小選挙区制投票は政党あるいはその、連合のリストを選択する。個人候補は認められない。各リストへの議席配分は、現単位のドント式で実施するが、得票率が3%未満のリストは、議席配分の対象外となる。西平刺激、各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、 第6.1章、スペインを参照した。有権者数という得票数及び、投票率、選挙結果は、碇順次長、現代スペインの歴史激動の世紀から飛躍の世紀へ、彩り流、社、201ページ表8、1986年、総選挙会員議会結果、出所、スペイン内務省カタルーニャ社会主義者等を含む、 カタルーニャ社会主義者と獲得議席は21議席。公正政党は国民同盟、国民民主党、自由党、ナバーラ住民連合、ガリシア中道主義者。議席の内訳は国民同盟が69、国民民主党が21、自由党が12、ナバーラ住民連合が2、ガリシア中道主義者が1。議席の内訳はカタルーニャ民主集中が13。 カタルーニャ民主連合が5。スペイン共産党を中心とした左翼諸政党の選挙連合で、公正政党は、スペイン共産党、社会主義行動党、スペイン人民共産党、ヒューマニズム党、カルロス主義党、進歩主義連合、左翼共和主義。また、カタルーニャでは、カタルーニャ統一社会党と左翼民族主義協定が、 カタルーニャ左翼連合の候補者となり、参画した。議席配分は、スペイン共産党に4、スペイン人民共産党に1、進歩主義連合に1、カタルーニャ統一社会党に1が割り当てられた。ありがとうございます。